こんにちは、スパオです。今回はこの時期に出てきた成城石井の新商品とこれ知ってたな、個人的にリピしているアイテムを中心にご紹介します。お買い物の参考になれば幸いです。ではどうぞ。はい、まず最初が成城石井自家製のバターシュガーラスクココナッツ風味。たっぷり入った新商品のラスク。ラスクって無性に食べたくなるんですよね。成城石井のラスクでは油分の高いバターロールをベースに使うことで、硬すぎない歯切れのいいサクサク食感を実現したんです。食べた感想まさにそれで、ラスクって一般的に結構カリカリ食感のものが多いイメージで、時に噛むのちょっとしんどいなみたいな時私はあるんですけど、成城石井のこのラスク、ちょっと頑張れば舌でも押しつぶせそうなほどに食感がとってもライトで軽い感じなんです。変なガリガリ感がないせいか、ついついまた一つと手が伸びてしまう大変危険なラスクです。バターと卵と砂糖のシンプルな原材料とは別にココナッツクリームを加えることで、ほんの少しの味と香りの複雑性をプラスしてくれています。これ軽くてうまくて止まんないです。この絶妙に多めの量がちょっとくらい食べ過ぎちゃってもまだいっぱいあるよね、そんな錯覚に陥るので結構危険なおやつです。心してどうぞ。成城石井自家製マスカルポーネのもっちりイタリアンプリン。一応形としては新商品のホールスイーツ、一応と言ったのも数年前に全く同じ商品名で棒状のものが販売されていて、もしかしたら細かい原材料は違うのかもなんですが、食べた感じそこまで差は感じませんでした。この弾力のあるイタリアンプリンはプリン液の中にマスカルポーネやクリームチーズなどのチーズを加えることでもっちりとした食感に仕上がる濃密なプリン。これはコーヒーマストです。ちょっと固めのレアチーズのような、スプーン入れる時点で超もっちりしているのがわかります。味自体は卵の風味と生クリームやチーズたちのコクがすごいです。食べ過ぎるとちょっと重たいなって感じるほどにかなり濃厚です。そこでいい仕事をしてくれているのがこの上に乗っているゼリー状のほろ苦カラメル。ソースとかだとこの重めのプリンのコクを受け止めきれない感じがするんですが、ゼリー状にして確実にプリンの上にとどまるようにしたことでプリンのコク甘感が暴走しすぎないよう全体のバランスをとってくれています。これ6等分とかにしても十分食べ応えあるので、1人150円と考えれば私はコスパいいと思います。成城石井自家製ゴロゴロイチゴのふんわりクレームダンジュ。このクレームダンジュも前に販売されていたので完全な新商品というわけではないんですが、若干のマイナーチェンジを経て再登場です。以前はブルーベリーのものや確か甘おいちごジャムを使ったものがあった気がしたんですが、まあどっちでもいいです。クレームダンジュはフランス生まれのレアチーズケーキのことで、日本のよく見かけるレアチーズと比べるとよりふわっと柔らかい食感で、爽やかなチーズのフレッシュさも味わえるようなスイーツです。本来はフロマージュブランというふわふわのクリームみたいなチーズを使うんですけど、成城石井では代わりにクリームチーズを使うことでよりコク深いクレームダンジュに仕上げています。クリームチーズといっても食感自体はふわふわ、口に入れた瞬間に溶けるような繊細かつ儚さを感じるような食感で、真ん中のいちごのコンポートみたいなものもひとときのさっぱりさを運んでくれるんです。チーズの酸味のようなものはほとんど感じず、ふわっと軽快な食感とコク深いクリームのコクを味わえる魅惑のスイーツです。これ何人分かは知りませんが、私的には余裕で一人分です。何食べたんだっけ的なレベルですぐなくなります。甘いのお好きなご家庭は人数分買うことをお勧めします。成城石井&中華高橋、ごまのコクが決めて万能黒酢風だれと花椒の香り引き立つ中華風ごまだれ。これ今回の大注目商品。
中華商材の専門卸、中華高橋とのダブルネームのオリジナル商品が誕生しました。全国へ業務用を中心とした中華食材を届けているこの道のプロ中のプロ、中華高橋さん。近年では一卸の枠にとどまらず、中華の知見を生かした自社商品の製造開発、その開発力を生かしたレシピの提供や OEM 製造など、中華の領域で多岐にわたって事業を展開されていらっしゃいます。そんな中登場したのが今回のダブルネームの2品のタレ。一般的に成城石井のプライベートブランドってカレーの中村屋なんかを除けば基本成城石井の名前しか出てこないのが普通なんですが、ここでダブルネームで出したということは、それだけこの中華高橋さんのネームバリューがすごいということでもあるでしょう。黒酢だれの方は中国三大名酢とされる貴重な沈香構造をはじめ、黒豆を発酵させた独特の旨味を持つ豆豉など、普段なかなかお目にかかれない本格的な原料を使って風味を出しています。タレのテクスチャー自体は思いのほかさらっとした質感、つけてもかけてもいいそうですが、今回は唐揚げに絡めてみました。結論、これ普通の唐揚げに戻れなくなるかも。あえて汚い言い方しますが、クソうまいです。これ醤油ベースでありながら、沈香構造の独特の旨味のある酸味に練りごまのコクで、この独特の香辛料の香りはおそらく天山油かと思います。これは醤油に八角やシナモンなどの香辛料を加えた香味醤油で、この独特の香辛料の香りのおかげか、ちょっといつもとは違う非日常的な味に仕上がっているんです。一方、中華風ごまだれの方は甘みと練りごまのコクを感じた後に来るラー油や豆板醤の旨味のある辛さ、そしてホワジャオのシャープな華やかな香りがたまらんです。かける前に言っておくと、これ分離が激しいので結構強めに振ることをお勧めします。今回はバンバンジーにかけてみました。鶏肉、きゅうりとの相性は言わずもがな。甘みが相応にあるタレなので、淡白なものとの相性が特によく、これ食べながら思ったんですが、冷やし中華みたいな中華麺を使った冷麺系のレシピ絶対合います。今回の2品を通じて思ったことは、専門性の高さと汎用性、一般消費者向けのバランスが見事だなって思いました。変に消費者に寄せすぎちゃうと、どこにでもあるつまらないものになりますし、専門的すぎる尖りに尖った味だと文字通り手に取る機会も少なくなるので、その点今回のこのタレは非日常感もありながらとっつきやすい味でもある絶妙な落としどころといった印象です。かけるだけで専門店のような味に仕上がるので、味で迷っているなら買って損なしです。成城石井自家製イタリア産モッツァレラチーズ入りライスコロッケ、別名アランチーニとも呼ばれるイタリアシチリア地方の郷土料理、ライスコロッケを成城石井のデリで気軽に楽しめます。デリで販売しているお店ほとんどないので、そういった意味でも大変貴重な品です。中に入れる具材はご飯の他にミートソースやハム&チーズなど、それこそ多種多様なレシピがある中で、成城石井のライスコロッケはトマト味のリゾットをベースにモッツァレラチーズをトッピング、周りにはデミグラスソースが敷いてあります。ソースが敷いてあるのとレンチンするので衣のカラッと感を求めるのはコクですが、このソースの味が効いていますね。というのもコロッケ単体の味付けは結構控えめで、トマト使ってはいるんですが、風味的にはそこまで強くなく、全体的に良くも悪くもソースの味が目立っています。デミグラスソースはコクを感じながらもさっぱりとした酸味のある味で、後味さっぱりと楽しめました。お店で食べるライスコロッケの味を知っていると、正直これじゃない感感じる方もいるかもですが、客観的に味だけ見たらライスコロッケらしさは十分に感じられると思います。はい、成城石井自家製アサリとキャベツの有機トマト入りマンハッタン風クラムチャウダー、こちらも自家製デリの新商品。有機トマトを使用したスープに
アサリやキャベツや人参、ブロッコリーなどのたっぷりの野菜を入れた具沢山スープです。クラムチャウダーって聞くと一般的には真っ白なクリームタイプのものをイメージすると思うんですけど、マンハッタン風はトマトを使った真っ赤な色のスープを指します。蓋を開けるとスープの部分が見えないほどに具材がたっぷり、ベーコン、バゲットも乗っているのは嬉しいボリュームです。スープはトマトベースではあるんですが、アサリの旨味がすごいです。そしてタイムのような爽やかなハーブの風味が香ります。スープ自体はあっさりめなんですが、アクセントにチリパウダーが入っているので、言われればみたいな辛みもほのかに感じます。アサリのくにゅっとした確かな弾力もよし、シャキッとした食感も残った大きめのカット野菜たち、スープをたっぷり吸い込んだバケットもとってもいい味。オフィスなんかでの軽めのランチにはぴったりです。これ妻も美味しいって絶賛していました。売り場で目があった際にはぜひともご検討ください。成城石井の北海道産の生乳と生クリームで作ったヨーグルト、新商品ではないんですが、これ個人的に推しのアイテムです。珍しいスパウトタイプのオリジナルヨーグルトなんですが、ストレスなくスーッと出てきてくれる滑らかな前発酵タイプのヨーグルトです。品名にもあるように北海道産生乳と生クリームを入れて作っていて、クリーミーなコクがありながらほのかな酸味もある、食べ飽きない絶妙なバランスが取れたヨーグルトです。無脂乳固形分 8.3% と、これはごくごく一般的な数値ですが、乳脂肪分が 4% と少し高め、この 4% の期待は裏切らない、リッチさ確かに感じます。作っている新札幌乳業さんは、牛乳はもちろんヨーグルトやチーズの生産に大変定評のあるメーカーさんで、特にチーズに関しては過去にコンクールで賞を取った経歴もあるすごいメーカーさんです。私ここのカマンベールが大好き。ちょっとお値段はしますが、確実に買って損はないヨーグルトです。何もかけずにまずはそのままの味を堪能してみてほしいです。カネリョウ海藻の金の糸もずく、希少な沖縄県産糸もずくを保存料、化学調味料不使用の3倍酢で仕上げた隠れ名品のロングセラー。まあ成城石井じゃなくても買えたりするんですが、私は成城石井で買うことが多いです。もずくは海藻の一種で、とにかくカルシウムが豊富、しかもお酢はカルシウムの吸収を助ける働きがあるので、この組み合わせまさに鬼に金棒なんです。また食物繊維も豊富で消化を助ける効果もあるそうなので、暴飲暴食してしまった時やお酒の時なんかにも食べたい一品です。この糸もずくの最大の特徴が、一般的な太もずくの約3分の1の太さであるということ。ぬめりが多くつるっとした食感が魅力で、食べ物というより立派な飲み物です。太もずくのコリコリ感も捨てがたいんですが、この糸もずくの繊細な食感も最高なんですよね。暖かくなってくるとこの甘酸っぱうまいもずく食べたくなります。はい、今回最後が成城石井自家製レッドチェダーチーズのウィンナー。きめ細かい極細挽きの自家製ポークウィンナーにレッドチェダーチーズを練り込んだ、普通のポークウィンナーに食べ飽きた時に手を出してほしい自家製のウィンナー。これ我が家も定期的にリピしています。成城石井では毎年この DLG という世界最大級の品質協議会の方に自家製の加工肉たちを出品しているんですが、2024年ではこのレッドチェダーチーズウィンナー見事金メダルを受賞しています。世界で最も審査基準が厳しいとされているこの DLG の受賞は、本場ヨーロッパのみならず世界的にも認められた証とも言えるでしょう。メインの原材料の豚肉は一度も冷凍をしていない国産の豚肉を使用している分、肉の風味はピカイチ。それらを絹挽きとも称される、極めて細かい挽きでウィンナーを作るので、口当たりがとっても上品で、油の粒が小さい分多少冷えた状態でも美味しく召し上がれるんです。チェダーチーズが少しとろっとして、このコクがプレーンでは味わえない贅沢感を醸し出してくれます。
はい、いかがでしたでしょうか。今回は自家製商品が多かったんですが、何か気になるものはありましたでしょうか。ラスクが地味に美味しかったのと、いとも族も久々に食べてやっぱうめえなって感じだったんですが、今回は中華高橋コラボの万能だれが一押しです。繰り返しにはなりますが、尖った部分と万人受けのバランスがかなり秀逸でしたね。ちゃんと理解できる未知の美味しさみたいな分かりにくい表現にはなるんですが、食べたら言っている意味きっと分かると思います。この春は唐揚げにジャブジャブかけてビールと一緒にいっちゃいましょう。お買い物の参考になれば幸いです。このようにこのチャンネルでは、成城石井元店長の私がおすすめする成城石井やカルディ、無印良品のおすすめ品や食べ合わせ、たまに全国のスーパーで買えるおすすめの商品や百貨店グルメなど、食にまつわるあらゆる情報を発信しています。少しでも参考になったよという方は、いいねやコメント、チャンネル登録をいただけると嬉しいです。またインスタグラムやヤフーエキスパート、最近ではボイシーでも情報を発信しているので、そちらもぜひ遊びに来てください。今回はこちらで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。